ぱり一旦とりあえずこうリフレッシュですかね、まあ、寝たりとか大事ですからね、うん、リセットしとかないと新しいこと始めるにしてもちょっとね、うん、例えば言葉の上から押さえますね、嫌な感じ、大丈夫そうですか、ちょっと痛いですかね、ママさんね、さっきお話ししてる時も思ったんですけど、結構立ってる時にお腹が前に出ちゃってるんですよ。うん、腹筋がやっぱり使えてなくて、だからちょっと内臓下垂とかも起きやすくて、うん、お腹痛いっていうのも出てきやすいんじゃないかなっていう気はします。うん、手当ててこうお腹をこう上に持っていく、引き締めるイメージだったりとか、この肋骨と骨盤の間をちゃんと広く保つってことが非常に大事になってるので、こっちに手当てて、まあ、姿勢悪くなってないか、この肋骨と骨盤の間をちゃんと離す、まっすぐに立てるイメージ、持っていただいたりとかしていくのがいいかなと思いますね。どうしても座ってる時とか崩れちゃうんですよね。こうぐしゃっとこう脇肉がふにゅっとなっちゃうっていうか、っていう体勢になりやすい。どうしてもこう姿勢をピッて伸ばしてる状態って意識してないとやらないので、スタイルが崩れるような状態でキープしてしまってると、やっぱり筋力も落ちてしまったりしますので。座るときも床座りじゃなくて椅子座りとかの方が、まあ、スタイルは保ちやすかったりとかありますね。なので、なんかまあ、床座りでも、姿勢を保ちやすいクッションとかありますよね。こうちょっとこう骨盤を支える形状になってたりとか、そういうものを使っていただくとか、何かしらちょっとこう、今の住環境だといろいろと改善が難しいかなって感じはするので、できるところからちょっと、まず電車でやってみます。そうですね、そう、移動中とかね、大事だと思います。単純にこうくびれ部分にね、手当てていただいて、理想はやっぱりこの人差し指から小指までの幅がしっかり骨に当たらないで隙間がある状態っていうのが理想的ですね。くすぐった、今くすぐったいとこですけど、こうくすぐったいっていうのもやっぱりね、普段使えてないっていうか、血流が悪いところだってことになりますので、ここちょっと手当てていただいて、肋骨と骨盤の間にしっかりスペースがあるように。そう、引っ込めるようなつもりでとかっていうふうにやっていただいてですね。骨にも最初押したここ、あ、出た。まだ痛い。柔らかくなりましたね。最初より押しやすいです。私、痛がり方も最初ほどにないですね。生理痛って足の方にも結構ツボがあるので、そういう意味でもちょっと一緒にやっていくといいかなと思いますね。こういう内側、痛いですよね。痛い。これは生理痛に効くツボです。今ちょっと足硬いですね。気持ちいいです。痛い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 
リス腱は硬いっていうの毎回言ってますけど、はい、ちょっと気になるところなので、はい、この辺も、ね、ちょっとこうストレッチするようにしたりとか、はいはい、やってみてください。まあ、要はこういう動きですね。かかと側をこうぐっと突き出すというか、つま先側が反らすような体勢ですね。あ、でもたまにやっぱりやってます。はい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 、そうそう。でもヨガ興味あるんだったらホットヨガとかいいんじゃないですか。食べるし、あ、よく言いますよね、うん、なんか汗かいて、そう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 、確かに多分温めながらの方が体も柔らかくなりやすいし、あ、普段ももかさん冷えてるから確かに良さそうです。どうですか、初めに比べてこう体の感じ変わってきましたか。はい、足気持ちいいです。うん、よかったです。結構、まあ、足もすごい押しやすくなって、うん、で、まあ、かかと、まあ、ここで見た感じ揃ってるので、はい、最初に比べてこう超短差っていうのはなくなってるなと思います。無理なくね、体ちょっとこう手ついてよく反転しながら起き上がってください。グッと起き上がるんじゃなくて、ちょっと体倒して、はい、そうそうそう、くるっと、はい、じゃあそちらに、そうですね、足出していただいてます。柔らかさを出したいので、こちらで頭組んでいただいて、はい、そうやりづらいですかね。大丈夫ですか。ちょっと引き上げてください。と、はい、伸びてますか。はい、はい、で反対をしますよ。はい、伸びてますか。はい、はい、楽にしますね。あ、でも肩、最初よりもこう動かしやすくなりましたね。そうですね。まだ若干抵抗ありますけど、はい、引く分には全然最初みたいな、はい、ないですね。肩も力入りますね。あ、肩痛い。肩痛い。動きにくいね。確かに。動きにくいですね。すごい逆らって、すごい逆ら、本当にちょっと上がって下ろすのがまだダメですね。確かにウィーってなりますね。じゃあちょっとね、そうだ、じゃあ私下げますけど、グーッと上に上げる、耳に近づけるようなつもりで肩上げるようにしてください。1、2、3、パッと下ろします。はい、1、2、3、パッ、もう一回1、2、3、パッ、はい、ですよ。頑固ですね。あ、でも私にしては動いてる。あ、そう、でもさっきよりは良くなりました。万歳していただいて。顎引くようにして、息吸って、はいはー。あ、今合わなかったね。吸って、吐いて、吸って、吐いて、はい、吸って、吐いて。あ、痛い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 。吸って、吐いて、痛さで、呼吸どころにリラックスできない、怖いっていう。まあでも首周りもまあまあ、最初に比べれば相当、どうですかね、緩んでいる感じがありますので、はい、うん、動かしやすくなったりしてるんじゃないですか。はい、うん、うん、
荷物下ろしたような感じがする。あーうん、まあ、頭の方もね、こう さっきはもう、あ、やばかった、そうひどいひどいって言ったら失礼だけどボーリングのボール、あ、ほんとそう、ほんとそう、ほんとそういう感じだったんですけど、はい、今ちょっと人間の皮膚でね、頭皮が あ、はい、あるのでもうこれだと割とまあね、気持ちいいぐらいですよね、はい、うん、例えばこう当てても、はい、痛みが強くないですよね。あ、そうですね、うん、あ、入った、痛い痛い痛い、バリ方です。うん、さっきも本当トンカチで食べてる激痛が、いや本当ならこれぐらいの状態でスタート、そうですね、そうですねもうやっとスタートラインに立ったみたいな、そうですね、今日はひどすぎでした ね、 そうですね、非常にトゥーバッドな状態で、あ、そうですね、ちょっと人間の状態戻してもらったので一応これまあ、まあ、いやでもあれで、はい、あの年始を迎えるわけにはいかなかったと思うので、確かにね、まあ、ちょっと相当良くなかったから、あの病院もね休みになっちゃうから、その前に1ヶ月行った方がいいと思いますよ、ちょっと体の状態を見てもらってください。あ、そうですね、なんかそのね、1時間に1回おしっこめちゃくちゃ多いですよ。そうですよね、うん、もう最近体の状態悪すぎて意味もなくスーパーうろうろしてました、うん、何それ、あの寝てるだけでも辛いから動いた方がいいんだろうみたいな、いや、かわいそうかわいそうだよ、かわいそうな人ですね、なんかもうスーパーをうろつくぐらいしかできないみたいな、ちょっと外だと寒いから中でうろうろみたいなおばあちゃんみたいじゃないですか、やることないおばあちゃんがなんかスーパーでも行こうかなみたいな、確かにお疲れ様でした。はい、今日はなんかもう今までで一番じゃないかってぐらい、はい、ね、頭の硬さとかが激しかったですね。あ、そうです ね、 ね、もう私も美容院にスルーされてたんで自分でも頭の硬さスルーしてました。うん、足もね、はい、結構ほんとちょっと触ってて痛いっていう感じで、はい、ね、全体的に痛いところ多かったですね。そうですね、まあ、どうですか終わって。あ、でも血行良くなって顔が赤くなってます、うんうん、足とかどうですか、今気になってたのか、お腹の痛みとか背中の痛みとか楽です。あ、はい、もう前は普通になんかしてても足がパキパキ常に出てたんで、それも改善されました。ああ、よかったよかった。はい。はい、お体が。はい。生理痛。あ、生理痛が。生理痛。はい。まあ、体的には、やっぱり背中と、はい。はい。なんか最近足がだるいです。足のだるさ。はい。はい、あ、背中が痛い、痛いな、痛くて背中の痛みと、まあ、生理痛の中の痛みと、あ、全身です、ね、あ、そうですけど言ってしまうと、言うと足のだるさと、はい、みたいなところがちょっと目立ってる感じですかね。はい、はい、さっき言ったのってこの首のところですね、手当てて、その骨盤のすぐ下、はい、と骨盤の間のところに手を当ててみていただいて、そうそう、それやるとただそれだけでもちょっとお腹伸びるじゃないですか。あ、確かに。でもなんかこうなっちゃってるとこうできないので、ちょっとクッとなりますよね。で、その時にこうお腹引っ込めていただいたりとか、であとモハさんって内股なので、内股ってどうしてもお尻も開くし、あの膝にも負担がかかって、そうそうそう、それでこう膝が痛くなってきたり、足が冷えたり、まあ、生理痛とかも出てきやすいってあるんですよ、骨盤もこう歪むので。なのでかかとをつけて、そうです、かかと今つけて、そうですね、ピピッとこうで、そうですね、ここの内側の隙間、内側の方に重心を置いていただいて、内側を隙間をなくするようにつけて、でお腹を張らずに、重心をまっすぐにするつもりで、はい、結構大変だと思うんですけど、はい、そういう風にしたりですね。あ、うん、でも腹筋よりは、うん、もう楽ですよね。そう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 。もう支えてる指が痛くなって、親指さんがもう限界で、支えなくていいんですよ。当てていただくだけで、当てて、うん、まあ、ここですね。この4本が前に来るように、はい、4本くっつけて、ね、この4本幅が欲しいんで。
種がここに当たらないようにするね。うん。だから薬だとここに当たってくるじゃないですか。そうそうそう。はい。ちなみにうちってことで。なんで？弱い。虚弱体質。まあまあちょっといろいろ今まだ慣れてないところが ね、あるんでしょうけど。いきなり変な声。要はあの。なるべく下半身と上半身を離すようにしてほしいんですね。あ、骨盤を下げて骨盤をグッと下げて足元がしっかり地面につくように。で、上は上げる、胸を開いて下げて、で、あとは下げる。難しいですけどね。いつもお腹が出てるのがそう、もうおったいないなと思うので、昨日まで、ひょっとして妊娠かなって思って今日生理来たわ。妊娠初期そんなお腹がいっぱいない。お尻手当てればいいですね。お尻がぐっと硬くなるのを確認する、あ、うん、ようにしたりとか、はい、はい、して、はい、体をやっぱり使って、うん、こうやって足元に力入れていくだけで、こう足の冷えを防ぐ筋肉を使うことになるので、そのように上げてください。このハギ立ち、タガチのつま先立ち、かかと立ちみたいな感じで、かかと立ちすると結構アキレス腱伸びるので、あ、これ、はい、伸びづらいですけどね。あ、これ慣れてないと、うん、これ体にいいんですよね。そうそう、あんまり状態揺らさないで、はい、はい、私もそんなにできてないですけど、極力こう、はい、状態はまっすぐキープの状態で、つま先立ち、かかと立ちができると、いいですね。足さんが張られました。何回一回でも。やるようにみたいなつもりで、はい、そうですね、やってみてください。はい、お疲れ様でした。またよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 See you.